2023年12月19日、ちょっと前の、録画から時間が来ました。今日は、野菜をね、食べる野菜を収穫しがてらハーブ畑をちょっと撮影しようと思ってます。2日ぐらい前からね、急に寒さがやってきて冬らしくなってきました。そして、淡路島なんですが、ここは標高が結構高いところにあるので、もう、2日前はね、雪もパラッと降りましたね。そうするともう本当にハーブたち寒いって言ってね、葉っぱを落としちゃう子がいっぱい出てきます。そんな中、今日はこうやって見ていると結構グリーンがしっかりまだしている子たち、スイートマジョラムですね。よく見るとね、お花もつけてますね。こんな感じです。白いのが、これがね、この白いのがお花ですね。すごく頑張ってくれてます。まだみずみずしくてとても美味しそうです。本当にいい香りなので、これはね、ぜひ、植えてみていただきたいなと思います。教室に来てくださる方にもね、毎回こうぜひ嗅いで嗅いでって言って嗅いでもらうんですけど、本当に皆さん、いい香りって言って帰られます。はい、こちらはローズゼラニウムです。よ、触ってね、こすってあげると、ハーブはね、触ると香りがしますね。ちょっと指先でこすってね、この香りを嗅ぐと、これはとってもいいバラの香りがします。隣にあるのが、こちらにあるのがね、本物のバラなんですけれど、ちょっとね、ローズゼラニウムは残念な別名というか俗称で、貧乏人のバラなんて呼ばれたりもするんですけれど、それぐらい、バラと間違うぐらいに本当にいい香り、バラのローズの香りがします。ロカスパイスでは、これは食用に、もちろん食べたり飲んだりもね、できるんですけれど、どちらかというと蒸留をするのに使っています。蒸留して取ったローズゼラニウムウォーターは化粧水とか体にこうつけて使ったりっていうことをさせてもらってます。とってもね、バラの香りで、リッチな気分になれるのでおすすめです。で、一株あれば結構大きくなってくれるので、自分で使う分の蒸留水を、取らせてもらおうと思ったら、もう一株あれば多分ちゃんと十分取れると思います。生育も旺盛なので、1年2年ぐらいで結構大きな株になってきてくれると思います。寒さには弱いので、このあと冬がもっと厳しくなってくると、寒さがね、厳しくなってくると全部葉っぱが落ちて、ここではね、枯れちゃうんですね。で、茎だけになっちゃうんですけど、まるまる地上部が枯れちゃうので、あら、枯らしちゃったかなと思うんですが、全然実は元気で根っこは生きていて、春になるとまたぐんと成長してきてくれる、そんな感じの成長の仕方をしていきます。こちらはね、割と茂っているんですけれど、こちら側は小さくって、実は秋口に皆さんで教室でね、収穫をして、一回蒸留をしているので、だいぶ短いんですね。でもそれでもこうまた再生してきて、どんどん元気にはなってます。まあ、でも寒さでね、枯れては、上は地上部は枯れちゃうと思うんですけれど、ローズゼラニウムおすすめです。はい、こちらは、ローゼルさんですね。もう全部葉っぱも落ちて、実の方もね、収穫はだいぶ前にさせてもらって、この枝だけになってます。これもね、枯れていくとは思うんですけれど、足元に植えたスナップエンドウが出てきてくれていて、これがね、ここを伝って支柱の役割をしてくれるというのを狙っています。で、スナップエンドウは、まあ、遅くてもこれ次にね、このローゼルを植え付けるタイミングには収穫も全部終わってしまうので、ちょうどいいタイミングで全部片付けさせてもらうことができるなと思っています。これは支柱に使わせてもらうという案です。そして、隣、今日はね、食べるものを収穫しに畑に足を運んでいるので、ちょっとルッコラを食べたいなと思ったんですけど、
寒さでだいぶ紅葉しているのと、成長をねもう止めてしまっているので、収穫させてもらえそうな葉っぱがあんまりないですね。ちょっと今収穫するとかわいそうなので、ちょっと収穫はやめてこのまま冬を越してもらおうかなと思います、ね、あとはみんな頑張って冬を越す準備をしてますね。ここはとても、濃い緑色をしています。レモンタイム、ね、やっぱ成長ゆっくりしてぎゅっとやっぱ縮こまっている感じがありますね。春になるとエネルギーが放出が始まってくるんですけど、今は冬の姿。こちらは少しずつね大きくなってきてますが、ヤロウですね。ヤロウはなんかまだ柔らかそうで元気ですね。春先になるとお花をいっぱい咲かせてくれます。そしてこちらは結構勢いが良くなってきましたね。これは、ハーブではないんですけど、グリーンピースですね。これちょっとスナップエンドより一足早く植え付けをしたのでちょっと大きくなってます。ここも何度かお伝えしているんですが、この畑の中ではね、あちら側の方がとても肥沃で、こっちに来るに従って、土がちょっと痩せてるんですね。ここにね竹林があるのもちょっと原因かなと思うんですけど、なのでマメ科のものを一生懸命ね植えて、これインゲンですね、もう終わりですけど、インゲンとかマメ科のものを一生懸命このラインは植えています。マメ科のものっていうのは、空気中のね窒素とかそういった栄養分、植物たちが体を作っていくために必要な栄養分をね空気中から取り込んで地面の中にいっぱい留めてくれる役割をしてくれるんですね。なので、ちょっとこの辺りは土に元気がないなっていうところは、マメ科の植物さんを上手に使うといいんじゃないかなと思います。こちらはホワイトセージですね。とても、この場所に今のところ合っているようで、ぐんぐんと柔らかい葉っぱを出して成長してくれています。もうねこの時期ちょっと収穫はかわいそうなので、そっとしておいて、春先また、元気にね芽が動き始めたら収穫をさせてもらって、炊いて火をつけて炊いて立ち上ってくる煙でこう浄化をするっていうねスマッチングに使うアイテムを作らせてもらっています。とてもね浄化の力が強いハーブと言われているので、これも育ててみるといいかもしれないですね。ただちょっと樹木、木の仲間に入るので、まあ、香木にはならないですけど、ある程度のサイズ、低木にはなりますので、スペースは必要です。こちらはですね、さっき見ていただいたヤロウとすごく似ている感じがしますね。こうロゼット状に地面にペタッとくっついてね、寒さをしのいでいるんですが、これは、ヤロウとは違っていて、ニゲラというハーブですね。香りがあるわけではないんですけど、お花がすごく可愛らしくって、ウカスパイスで育てているのは水色のお花が咲くタイプです。で、ニゲラの種袋がねとても可愛いね、風船の紙風船のような形をしているんですけれど、その中にできる黒い種はブラッククミンというふうにねスパイスとしても使われたりします。ニゲラね、観賞用に主に、ウカスパイスでは育てています。そしてこの隣、10月ぐらいでしたかね、紫色の可愛いお花をいっぱい咲かせてくれて、真ん中の赤いめしべを、収穫してスパイスにするんですよということでお伝えをしたサフランです。お花の時期もねもうすっかり終わって、今は葉っぱがこんな感じで元気に育っています。この時期にね、葉っぱが、どんどん旺盛になって光合成をすることで、球根なんですけどね、サフランはね、球根をどんどん太らせて、成長していくということで、この時期葉っぱがね、こうやって成長するのはとても大切なプロセスなんじゃないかなと思います。
この後暑くなってね、春を過ぎて暑くなってくると葉っぱが全部枯れてしまうので、そしたら球根を掘り上げるタイミング、またその時にもね、その様子をお伝えしたいなと思います。はい、こちらエリカと呼ばれることの、園芸種ではね、エリカって呼ばれることが多いですけど、ハーブだとヒースと呼ばれてます。ピンクのお花が咲き始めました。もうね、収穫のタイミングですね。このお花を一つ一つ収穫していきます。これはね、メディカルハーブで、味とかがあるわけではないんですけれど、薬効でこう膀胱炎とかね、そう、尿路の感染症なんかにいいと言われるハーブで、割と教室に来てくださる方の中には膀胱炎になりがちなんですっていう方も多くって、ヒース育てたいって言ってくださる方多いです。はい、今日の目的は一応ですね、お料理にこれから使う野菜を収穫しながらハーブ畑を回っているということなので、お野菜ね、収穫しました。ハーブもね、一部収穫させてもらってます。今日はこの後家で試作もちょっとね、料理教室に向けて試作もしたいので、一番の目的がパクチーだったんですね。で、寒いのでパクチーもね、紅葉してます。こんな感じにちょっとね、紫がかった感じになってきているんですけれど、こういう状態でもね、全然遜色なく食べることできるんですね。スーパーとかね、そういうところで売ってるのはもう緑の温室で育っているものが多いと思うので、この時期だと、柔らかそうな緑色の薄い感じのものがね、多いと思うんですけれど、露地で畑とかね、ベランダとかで育てると寒さでこうなります。それに繊維質になってね、結構しっかりした感じになってくるんですけど、それでも全然美味しく食べられると思います。パクチーはね、茎、葉っぱだけじゃなくて茎もそうですし、根っこがね、最も美味しいので、今日はちょっと根っこまでは抜いてないんですけど、雨もパラパラしているので葉っぱだけですが、前草できればね、使って食べていただくといいと思いますよ。すごく薬効もあります。元気になるので、胃腸の調子がなんてね、ちょっとムカムカするなとか、そういう時はパクチーをね、ちょっとバリバリっと食べるだけでもスーッとして調子が戻ってきてくれるので、ぜひぜひ食べてみてください。はい、こちらは今日最後のハーブです。ボリジですね。ボリジはね、寒さに割と強いハーブで、春先早い段階からね、花を咲かせてきてくれるんですけど、もう実は咲いていて、こんな感じで、ちょっと暖かい日が多かったからでしょうかね、花がついてしまってますね。他の子たちはまだのようです。すごく強くって、こぼれ種でもね、よく発芽をしてくれるんですね。あちらの辺ね、この辺でも見えるかな、この辺が、以前ちょっとボリジを育ててた場所なんですけど、そこもね、結構こぼれ種で毎年毎年出てくれて、こんな風にうね立てしたりしたんですけれど、それでも種がちゃんと生きてて出てくれてます。これはらっきょうさんなので、ちょっとボリジさんと仲良しで入れるかどうかっていう感じです。ボリジのお花も可愛いので、また咲く頃になったらね、いっぱい咲く頃になったら、こんな感じで使うといいですよっていうのもね、ご紹介したいと思います。